よろしくお願いします。岩田さんから始まった自分の名前の下に P をつけているということなんですけど、そこからもう最近はもう男性陣の半分は自分に P をつけて呼ばれることになり、もうそれも慣れてきたのか、昨日ぐらいから LINE の名前を全部アスカ P に全部直してやったので、今日の職場の教員力みたいな、まあ、チャンスみたいな、まあ、新しいことを受け入れて、ちょっとこれからも P と呼ばれながら働けると思うとワクワクしますよ。せーの、イエーイ。